はい、皆さんおはようございます。大和です。今日が8月の8日、大会まで残り4日になりました。カーボデプリートは3日目になります。で、今朝有酸素1時間やってきました。まあ、昨日夜温泉とか行って、しっかり疲れも取れたんで、今日はね、体がめちゃくちゃ元気で、全然昨日より平気ですね。まあ、今日も炭水化物ゼロで、過ごしていきたいと思います。むくみとかもね、全然なくて、まあ、コンディション的にも悪くないんじゃないかなと思うんで、まあラスト、さらにこっから仕上げていきます。ってことで、今日も最後までお楽しみください。はい、じゃあ今日の1食目食べます。今日の1食目は鶏肉 100g と卵白4つと野菜を食べます。まあ、卵白に塩コショウを振ったんですけど、鶏肉は、まあ、昨日から続いてこの塩とわさびをかけて食べます。わさびがもう昨日からたくさん使って、ね、もうほぼなくなってきた。こんな感じ。はい、炭水化物はゼロですね。で、今日も水を1日通して7リットル飲んでいきます。今日はこの後ジムに行って、大会前ラストの胸トリをやります。その後は散髪に行って髪の毛を切ってもらって、で、編集をしたいと思います。まあ、大会まで動画をたくさん載せたいなと思うんで、まあ、編集する時間もしっかりとって今日は過ごそうかなと思います。はい、じゃあ今から、ジム行きたいと思います。プレワークアウト、今日は最初に言った通りお昼に散髪行くんで、あんまり時間ないんで、まあ、ダラダラとせず活動していきたいと思います。まあ、午前中にジム行くってすごいね、気持ちがいいんでおすすめです。皆さん、炭水化物取ってないんで頭が回らなくて、こう今プレワークアウト錠剤飲むんですけど、なんか数をね、数えずに袋閉じたりして、飲む寸前に気がついたりっていうのがよくあります。なるほど。はい、大きいんですよね。そしてピッチャー交代という花巻東。はい、今ジムに着きました。ダラダラとトレーニングせずに、まあテンポよく、しっかりと追い込んでいきたいと思います。レッツゴー。はい、ジムから帰ってきてシャワー浴びました。はい、で、今からジムちゃうわあと5分ぐらいしたら散髪に出るんで、ちょっと時間ないんでプロテインを補給します。貴重な1回のタンパク質をこのシェイクというか飲みます。抹茶マジでうまいな、マジでうまい。どうせカットされる。いや、変なとこはさすがにカットしますよ。全然いいと思う。いや、キャンプのメーカー何がいいかなと思って。うん。
はい、今散髪から帰ってきました。まあ、今日はメンテナンスやったんで、横と後ろを、まあ、買ってもらいました。だいぶ髪の毛伸びてきましたね。これが大会前の散髪っていうことで。トレーニング終わりね、プロテインしか取ってなかったんで今から食べます。これカツオのたたきとオクラとえのきと、でここにちょっとメカブ入れて食べたいと思います。まあ夏らしくあっさりしたもの食べたいんで食べます。ネバネバパワーで生姜をかけます。ネバネバと一緒に食べたい。これうまそうやな。こんな感じ。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃ美味しそう。髪の毛最近はいつもサイド3ミリで切ってもらってます。うん、うまっ。めっちゃうまい。オクラってなんか書き込めるから書き込みたいな。うん、はい、じゃあ、今日の何食目かもわからないんですけど食べたいと思います。何食目なの ?4 かな ?4 食目食べます。鶏肉200と野菜です。また鶏肉はエアフライヤーで低温調理しました。で温度は70度で1時間ぐらいもうエアフライヤーに入れてピッてボタンを押すだけなん でちょっとピンクっぽいんですけど、これが生っぽくて美味しい。でまあこれに塩とわさびかけて食べます。まあ、さっきまで編集してて今から動画7時になったらあげるんですけど、まあなんかこの BGM 聞きながら編集してました。つけっぱなしやったね。もうわさびね結構つけてもなんか辛いんですけど、辛ってなんかもう体が反応するのがめんどくさいぐらい、もう末期なんでこれぐらいかけても全然平気です。うまっ。この食べ方美味しいわ。まあ今これ4食目なんで、この後あと1食もう一回食べて今日は終わりって感じになります。まあ体はね元気なんですけど、でも動くのは結構大変で、しゃがんだりとか洗濯物干したりとかそういう小さいことが結構大変でも、まあこの生活もあとね明日で終わりなんで、まあ乗り越えられますね。まあ前回も今回もなんか同じような画角ばっかりで申し訳ないです。明日 3 days out になって、大会の前々日に新潟の方へ移動しようと思ってるんで、明日はそれに向けていろいろ食材とか、まあ、準備するものとかあるんで、まあ、そういう移動に向けた準備をしたいと思います。もうゴールはねだんだん迫ってきてます。後悔ないように過ごしたいと思います。7時になったんで 5 days out の動画をアップしたいと思います。皆さんにたくさん見てもらえると嬉しいですね。まあ、編集はね、ちょっとリアル感出すためにそんなにあえてテロップとか音楽もつけてないんですけど、まあ素の感じを見ていただけたら嬉しいです。またね、Vlog とかは大会終わった時にいっぱい載せたいと思うんで、今はちょっとまあリアルな感じで、で、頻度を上げて動画を載せたいと思うんで、残りのカウントダウンシリーズも皆さんぜひお楽しみください。ってことで、今日はね、ここら辺で動画を終わりにしたいと思います。また次回の動画も皆さんぜひお楽しみにしててください。まだね、チャンネル登録してない人ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら次回の動画でまたお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。